久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立福岡工業高校からお届けします。3年生ハキーみのりさん、はい、就職先での人間関係の築き方に悩んでいるそうです。私は高校卒業後、就職しようと思っていて、環境の作り方を教えてほしいなと思います。環境の作り方、やっぱりその就職してからの人間関係だったりとか、そういうものをどういうふうに築けばいいか。就職で、お仕事だから上下関係をしっかりできるといいかもしれないけど、その敬語とか得意ですか？目上の方とかにはしっかり使うようには、使える。じゃあ大丈夫じゃない？今までなんかそういうなんか人間関係で悩みとかあった？緊張って生まれるじゃないですか。緊張した時にどうなっちゃう？自分が何言ってるか分かんないみたいな感じ。テンパっちゃうんだ。そうですね、テンパっちゃうとなんか同じところをぐるぐる回っちゃうとか、早口になってね。自分がそのね、テンパった時に早口になるところがあるって分かってることが重要。テンパりそうになった時にゆっくり喋る。もし万が一なんか初めての相手で伝わらなかった時に、それがさ、テンパりの種になるじゃん。これが原因でさらにテンパるっていう、どん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 テンパりを重ねていることになるから、そういう時はもうゆっくり喋るっていうのを自分の中にルール付けるといいと思う。ね、ゆっくり喋るっていうのを意識づけるだけで結構コミュニケーション能力は安定していくと思うな。はい、うん、ゆっくり人の感情もちゃんと読み取りながらゆっくり説明していきたいなと思います。君は大丈夫だよ。いやいや絶対にもう